こんにちは。今回は葉のモチーフの編み方を紹介します。この形のモチーフを編んでいきます。編み図で説明します。このモチーフは葉の上半分も下半分も同じ形で編んでいきます。このような形になります。編み図が分かりにくいので別な編み図を分解して作ってみました。最初は鎖編み10目の作り目から編み始めます。そしてグリーンの上半分を編んで、次はブルーの下半分を編みます。これで葉の形ができます。そしてその後に鎖編みの作り目の上に引き抜き編みをしてきます。そして最後は茎の鎖編みを5目編んで葉のモチーフを作ります。最初は作り目の鎖編み10目からです。葉を編んで引き抜き編みで戻ってきます。そこが少し分かりにくいかもしれません。最初に作り目の鎖編みを10目編みます。鎖編みは糸をくるりと回して引き抜いて、ここから数を数えます。鎖編みを 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 10目の鎖編みができました。この最初の作り目に葉を編んでいきます。編み図で説明します。今10目の作り目ができました。この黄色い鎖編みのところの10目ができました。次はグリーンの上半分を編んでいきます。鎖編み、細編み、中長編み、長編みを2目、長々編み1目、長々編み2目、長々編み1目、長編み、中長編み、細編みと編んで、次は間に鎖編み1目を入れて下のブルーの半分の葉を編んでいきます。編み方は上も下も同じ編み方です。では最初の鎖編みを1目編みます。鎖編みを1目編んで、ここから次のもう一つ、ここです。ここに細編みを1目編みます。糸をかけて引き抜いて細編みが1つできました。次は中長編みを隣の目に編みます。次のこの鎖編みのここに中長編みです。針に糸をかけて、鎖編みに針を入れ、糸をかけて引き出して、糸をかけて3本の糸すべてを引き抜いて中長編みができました。次は長編みです。針に糸をかけて、次の鎖編みの中に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜いて、また糸をかけて残りの2本を引き抜いて長編みができました。ここの長編みはもう一回同じところに長編みを編み入れます。1目に2目の長編みを編み入れます。もう一度引き抜いて長編みが2目編めました。次の鎖編みには長々編みです。長々編みは針に2回糸を巻いて、次の鎖編みに針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて針にかかっている2本の糸だけを引き抜いて、また糸をかけて2本の糸だけを引き抜き、もう一度糸をかけて残りの2本の糸を引き抜きます。これが長々編みです。次の鎖編みにも長々編みを編み入れます。針に2回糸を巻いて鎖編みに針を入れ糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸だけを引き抜いて、また糸をかけて2本の糸だけを引き抜いて、もう一度糸をかけて残りの2本を引き抜きます。ここは同じところにもう一回長々編みを編み入れます。鎖編みに針を入れ糸を引き出して2本を引き抜いて2本を引き抜いてもう一回2本を引き抜いて長々編みができました。1目に2目の長々編みです。次の鎖編みにも長々編みを編みます。鎖編みに針を入れて糸を引き出し、針にかかっている糸を2本引き抜き2本引き抜きもう1回引き抜いて長々編みができました。次は長編みを編み入れます。次の鎖編みに長編みを編み入れます。針に糸をかけて鎖編みに針を入れ糸をかけて引き出して2本の糸を引き抜き、また2本の糸を引き抜いて長編みができました。次は中長編みです。針に糸をかけて次の鎖編みに針を入れ糸をかけて引き抜いて糸をかけて全ての糸を一度に引き抜いて中長編みができました。次は細編みです。鎖編みに針を入れ糸をかけて引き出してもう一度糸をかけて引き抜いて細編みができました。これで上半分ができました。細編み、中長編み、長編み、もう一目長編みですね。そして長々編みです。長々編み1目、長々編み2目を編み入れ、長々編み1目、そして長編み、中長編み、細編みと編みました。これを反対側も同じように編んでいきます。反対側に移る前に鎖編みを1目編んで、反対側に移ります。次は細編みです。この糸端はできれば編み込んでください。できなければ後で糸始末をします。細編みを編んだ同じところに細編みを編み、次は中長編みを編んだところに中長編みを編みます。針に糸をかけて中長編みを編んだところに針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて全ての糸を引き抜きます。細編み、中長編みと編めました。次は長編みです。針に糸をかけて次の長編みを編んだところに針を入れ、ここですね、ここに針を入れ糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜き、糸をかけてもう一回2本の糸を引き抜いて長編みを編みました。次はここに長々編みです。針に2回糸を巻いて長々編みを編んだところに針を入れ糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸だけを引き抜いて、また糸をかけて2本の糸だけを引き抜き、最後に残りの2本を引き抜きます。長々編みができました。次は隣の長々編み2目を編み込んだところに長々編みを2目編み込みます。長々編みですからもう1回糸をかけます。2回針に糸を巻いて長々編みを編み込んだところに針を入れ糸をかけて2目2目2目と2本ずつの糸を引き抜いて長々編みを編みます。次も針に2回糸を巻いて同じところに針を入れ糸をかけて引き出して糸をかけて2本の糸を引き抜き、もう1回2本の糸を引き抜き、もう一度引き抜いて長々編みが編めました。1目に2目の長々編みです。次も長々編みです。針に2回糸を巻いて長々編みと同じところに針を入れ糸をかけて引き出し、2本の糸を引き抜き、2本を引き抜き、最後の2本を引き抜いて長々編みができました。次は長編みです。1目に2目の長編みを編み入れます。針に糸をかけて長編みの編んだところに針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて2本を糸を引き抜き、また糸をかけて残りの2本を引き抜きます。同じところにもう1回長編みを編み入れます。2本引き抜いて、もう1回2本引き抜いて、1目に2目の長編みができました。次は中長編みです。針に糸をかけて、鎖編みに針を入れ、糸をかけて引き出して、糸をかけて全ての糸を一度に引き抜いて中長編みを編みます。次は細編みです。細編みを編んだ同じところに針を入れ、糸をかけて引き出して、糸をかけて2本の糸を引き抜いて細編みができました。葉のモチーフの上下ができました。次は最初に編んだ鎖編み1目のここです。ここに引き抜き編みをします。これで葉っぱの形ができました。次は鎖編みを1目編んで、その根元のところに引き抜きます。糸をかけて全ての糸を引き抜きます。これで葉の先のとんがりができました。これは1目ピコットと同じ編み方です。次は引き抜き編みをしていきます。この作り目の中心に1目ずつ引き抜き編みをして、最後の鎖編みのところまで引き抜き編みをしていきます。編み目に糸を針を戻して、次に針を入れるのはここですね。ここに針を入れ、裏から糸をかけて引き出してきます。糸を引き出してきます。やりにくいですが、糸を全て引き出して、次の鎖編みのここです。ここに針を入れ、裏側の糸を引き出して引き抜き編みをします。このように鎖編みの模様ができていきます。中心に1本の鎖編みの模様が入っていきます。1目ずつ引き抜き編みをしていきます。次も引き抜き編みです。この中心の作り目に引き抜き編みをすることで、葉のラインがきれいに出てきます。そして1目に2目の目を編み込んだ隙間も塞がりますので、形が整ってきます。最後にもう少し引き抜き編みをします。次はここです。そして最後は最初の鎖編みのところに引き抜いて引き抜き編みができました。次は茎の鎖編みを5目編みます。この茎の長さはお好きな長さに、長めでも短めでもしてください。葉のモチーフができました。形を整えて、葉の模様がはっきりするかと思います。葉のモチーフを紹介しました。色とりどりに作っても楽しいです。お花と一緒にコサージュなどにしてもいいかと思います。